はい、どうも、そらです。ということで、今回もまた、毎日力の大会動画やっていきたいと思います。で、まず最初に謝罪から入るんですけども。ごめんなさい。前回、ここのマスまでで終わってたと思うんですけど、なぜか進んでますよね。ごめんなさい。これちょっとね、キャラクターのね、順番設定を終えて、で、それスクショ撮って、明日こんな感じで話そうかなと思って戻ろうとしたら、間違えて進んでしまいました。ということで。このマスね、クリアしちゃいました。で、一応ね、攻撃順的なものを今、画面に出してると思うんですけど、うん、こっちね、普通にやっぱり紫枠強いので、紫でね、しっかり、カバチェンも持っている全ちゃんを落としてあげて、あとはもう本当に強い順だったりとか、まあ必殺をね、打ってくるキャラクターだったりとかを優先しながら倒してってという感じでした。で、一応、スコア的には、もうほぼね、全くダメージ受けずにクリアして、15万7000ということで戦闘ポイントがついているので、いや、どうなんだろう。3のマスが、多分ですけど、戦闘ポイントの上限が16万か、まあ、17万ぐらいなのかな、というのが、これでちょっと分かったかな、っていう気がします。前回も確か15万近くだったんですけど、さほどダメージ受けずで、そんなスコアだったので、いや、まあ、多分16万なのかな、なんて風に、ちょっと推測できるかな、とは思いました。うん、そう考えると4のマスに比べると14万差あるのか、戦闘ポイント的にはそれだけの差があるので、ちょっとやっぱり3のマス踏むっていうのは結構ね、痛いのかなっていう風にも改めてね、スコア的な面では感じられるかなっていう印象でした。ということで、本当ごめんなさい。今回とりあえずね、上の1マスをやっていきたいと思います。はい、ということで、ここが15連勝のマスなので、ここはね、かなりね、いい感じにクリアしていきたいマスでございます。で、ナメックパーですね。うん、なんだろうというね、ちょっと不思議な感じなんですけど、全体的にね、まあ、アビノリそんな良くなくて、で、防御系の、カットだけ持ってるみたいなキャラクターとかがちらほらいたりとか、で、ヨダメとかがそんなついてないキャラがいるので、まあまあまあ、やりやすいマスかなとは思うんですが、一応ね、右下のこの緑のピッコロが必殺へのカバチェンを持っているので、そこだけね、注意してやっていくのと、あとスラックが一応2ターン目の開始時点でデバフをね、結構ガッツリとしたデバフを1体にかけてくるので、まあ、そこだけね、ちょっとめんどくさいかなというところで、まあ、対策しながらやっていきたいと思います。はい。で、一応、マスの設定こんな感じですね。また気力回復速度アップマスが、こことね、あとこことあるので、なので、そこでしっかり紫組を先手で殴れるようにしてあげて、で、ゴテンちゃんが、左上と右上のマス強化入ってるので、まあ一応ね、再生特攻を持ってる、まあ紫ご飯を強化してあげて、がっつりとした、ね、ダメージを最初から入れれるようにしていきたいなと思ってます。あとはまあブルー化要件、ちょっとね、落ちそうなので、このマスでね、回復させたいなというので、まあ無理しちゃり連れてきます。一応相手紫が多いので、まあそんなダメージ受けずにいけるんじゃないかなと期待してますが、結構怪しいですね。まあ、青ご飯がね、最初は耐えてくれるので、なんとかね、そんな感じでやりたいですね。はい。で、一応攻略順ですが、まあ、最初もう紫で殴っちゃって、それ多分こいつ落ちると思うんですよね。で、落ちなくても、まあ、その次がね、青を殴っちゃうので、まあ、ちょっと痛いけど、まあ、そこで落とせたらラッキーかなーっていうぐらいですね。はい。で、一応紫で落とす前提で、今回やっていきたいと思うので、こいつですね、青、黄色、黄色で殴っていって、こいつ、ヒダメカット持ってないので、多分落とせるんじゃないかと思ってて、それで落としきりたいと思います。2ターン目のデバフ食らいたくないんでね。で、2ターン目入った時点で、まあ、もしね、間に合ってなかったとしたら、また紫みたいな順番で殴っていくんですけど、まあ、しゃあないかな。その時はしゃあないかなというので。で、殴らなかったとしたら、まあ、次に強いのこいつなので、まあ、こいつ普通にね、またカット持ってないので、サラサラっとね、紫、黄色青の順ですね。はい。そんな感じで殴るので、ブルー海洋圏の必殺がこいつに直撃して、まあ、落としちゃってもいいかな、なんて考えてます。うん。こいつの方がね、他のキャラクターたちよりも火力高いので、まあ、落としちゃっていいかなって判断なんですけど、いや、怪しいな。スラック落としきれない気するから、やっぱこっちにしようか。やっぱこっちにします。はい。スラック、多分2ターン目の紫1体ぐらいかかると思うので、で、その後紫1回殴ってのブルー海洋圏でこいつしっかり落としましょう。はい。で、その次で、また、青ご飯殴って5点必殺が入るので、まあ、紫落としに行ってもいいんだけど、この下2体の、EX 組が、ヨダメアップとか一切なんか確かついてなくてすっごい弱いキャラなので、それならこっち狙いたいなって気がしますね。うん、そんな感じでいいかな。うん、そうですね。一応気力回復速度の敵の順出てると思うんですけど、そこから考えても3、4の順はこうでいいかななんて気はしますね。
やっぱいいや、やっぱ逆にしましょう。やっぱ逆にしましょう。こいつブルー化要件で落として、5点必殺でネイル落としましょう。はい、それします。で、2ターン目で、ね、3ターン目の時点で、まあ普通にこいつ狙いのこいつでいいかな。うん。あの、黄色の方がね、ちょっと時間かかりそうなので、それよりは紫確率に落としちゃって、ダメージ減らすという戦略でいきたいと思います。ということで、ゴー。ごめんなさい、土壇場でね、結構悩んじゃったんですけど、そんな感じでやっていきますね。で、一応ね、今回で前回のマス進んだ時点で、進んだ段階7位だったんですよね。一桁台入れてて、で、TP 回復直前で12位とかまでだったので、いや、結構いい感じかなっていうところですね。あ、そこまでかかったね。あ、まあいいや。はい。殴っていき、いや、1ターン目で落としてほしいけど、あ、さすがに間に合わないか。うん、まあいい。うん、とりあえず、まあ思った通りではあるからいいか。はいはい。で、青ご飯、まあまあもらいたくないな。青ご飯とブルー海洋券以外でもらいたいですね。できればね、黄色2体は回復持ってるので、そこに当ててほしいなって気がしますね。10倍だ、入って。これが痛いんだよな。まあ紫にもらったからいいや。あ。あ。忘れとった忘れてたー。そうだ、この子必殺ゲージ溜まってたのか。やばい、完全に忘れてました。うわ、やらかしたなー。うん、まあいっか、しゃあないか。いや、あんま買わないか、他キャラにしても。いやー、失敗したな。でもなんかもったいないことした感がすごい。いや、青ご飯もらうね。青ご飯もらっちゃってるな。まあ、ブルー海洋圏は回復できるからいいけど。うん。まあ、とりあえずよしということで、ありがとうございました。はい、ということで、一応293万7千と、300万近く行きたかったなって気がしてたので、ちょっと低いような気がしますね。いやー、紫ご飯の必殺の部分、すごいミスったな。完全見忘れてたな。あ、まだ、あ、でも戦闘ポイント一応38ついてるんですね。384ついてるので。うん、まあ連勝ボーナスのステージにしてはまあまあまあいいのかな。逆にあれか。ティア2のブルー海洋圏連れてきてる時点で多分、300万はいけなかったんだろうなって考えて、まあよしとしましょうか。はい。ということで、一応最後は今の時点のランキングだけ確認して終わりにしたいと思います。はい。ということで、1位の方との差は、16万差ですね。あれ、随分と縮まりましたね。うん。で、続いてで、おー、ネナロさん、まだまだ上位ですね。14万差か。結構開いちゃったな。また、ラキさんもいて、あ、ラキさんを下につけてますね。一応、はい、6位ですね。うん、こっから、でも差あるからな。10万差あるな。10万差ある間に多分結構ね、何人もね、ガガガッと入ってくるんじゃないかなとは思うので、まあまあまあ、うん。多分追い抜かれてって、また変わらず、10位ぐらいかなって気がしますね。はい、ということで、まあ一応ね、次以降もまた解説していくんですけど、ちょっとね、このあたりで結構ね、人によってルートが変わってくる可能性があるので、そこも踏まえてね、ちょっと次回では、そのルートの解説とかもして、ちょっとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、また次回もよろしくお願いします。